我々一人一人もトップだろうとそれほど能力のある人たちは多くないから、やはりいろんな人の意見を聞く、その時に自分に意見を言ってくれるナンバー2とか3を持てばその人は幸運かなと。もっともっと私たちは伝えたいことがあります。本当に今中小企業のために役に立つ会計がないんです。もっともっと我々の考え方を日本中に広めなくちゃいけないんですよ。中小企業で働いてくれる社員と家族のためにね。どうか皆さん本当に我々の基本的な仕事に対する考え方を全社員が理解していただきたいんです。大事な人生です。一回しかない人生です。その中で仕事に充実感を見出せなかったら何の人生かっていうことです。で、今月号の汚い字シリーズはこれ同じことを何回も書いてますけど、そのくらい大事だってことです。社長、あなたに相棒がいますかと。またこのテレビ朝日で相棒が多分10月から始まると思うんですけど、私はもうあれは欠かさず見てるんですけどね。そのくらい経営の中で相棒って大事なんです。自分一人では経営できない。その相棒が一人じゃなくて2人3人4人といると絶対いい会社になります。でもトップに大事なのはその話を聞く度量っていうのが大切なんです。社員の意見とか反対意見とかいろんな意見を、昨日 NHK で中国の歴史ねやってますけど、毛沢東の人生の中もう全部粛清していったわけです。文化大革命で何十万の人が死んだと。それは毛沢東の考え方の中で誰も意見する人いなかったと。自分で反対意見する人はみんな殺しちゃったと。そういうのがテレビでずっとやっていました。でもそれではね、中小企業の経営は持たないわけです。我々一人一人もトップだろうとそれほど能力のある人たちは多くないから、やはりいろんな人の意見を聞く、その時に自分に意見を言ってくれるナンバー2とか3を持てばその人は幸運かなと。でもその時大事なのはそれを聞くっていう度量がその人間にない。日本で言えばダイエーの創業者の中内興さんですから、そこら辺が運の分かれ道ですよということを言ってるわけです。それで足りなければ、会社にいなければ外部から聞く度量も持ってくださいと。私がこの汚い事情を通じて皆さんに伝えていただきたいのは、本当にナンバー2、会社にちゃんと自分と違う意見を言えるような人材が絶対必要ですよと。いろんなアドバイスをしている人が必要ですよと。本当に今思い出しますけど、毛沢東は自分に意見してくれる人は全部排除した。ああいうのは確かに自分だけは神聖化されるけど、多くの人がそこに死んでるわけです。中小企業は死ぬことはないけど、やはり中小企業が良くなろうとしたら、これからの経営は我々が目指している人を大切にする経営なんですよ。そのためにいろんな人の意見を聞かなくちゃいけない。そういう会社づくりをしてほしいなということなんです。